新竜県は、中国四川省関西チベット属自治州中部に位置する県。チベット高原の東部に位置する高山と峡谷を中心とする地勢の県で、特に砂田と山脈の北部が走る。宮尾港が北から南へ貫き、途中多くの支流が合流する。 海抜は宮尾港の峡谷の底の2760メートルより、砂路里山の後方の5992メートルまでに渡る。ニャロンは、鉱物資源が豊富で、中でも金鉱は著名であり、千金として知られる。ラサの著名な仏教寺院の仏像を金で飾るために、千金が供出されてきた。19世紀半ばにニャロンの主張ムギアルニャロンの反乱を起こし、 一時的に東チベット全域を制圧している。ニャロンの反乱で制圧された18諸公と呼ばれるカム地方の領主たちは、生徒の視線総督を介して兵部から作法を受ける立場にあり、清志としてはこれを反乱軍から救援する義務を負っていたが、太平天国の戦いに軍事力を咲かなければならなかったためカムを支援する余裕がなかった。このため、 ガンデンポタンチベット政府が、真の代わりに、グンポナムギャルを打倒し、カムの18諸公を現状復帰させたが、清史には、ガンデンポタンに戦費を支払う余裕もなかったため、その代償として、ガンデンポタンがグンポナムギャルの本拠だったニャロンを、接収することを認めた。ガンデンポタンは、ニャロンに、ニャロン総督を派遣し、直轄地として支配した。 これにより岩田ポタンの勢力圏は、ティチュ川を越えて東方に拡大し、従来名目的には、四川省に帰属していたカムチ方東部の諸公にも強い影響力を発揮するようになった。チベット五名の領女は、森林の間の峡谷を意味する。かつては、戦隊と呼ばれ、鉄を打って塊にすることを意味した。1950年に、中国共産党政府により、 解放され1951年に、尖火犬が置かれたが、後に侵入と解明されている。アーカイブされたコピー。2006年2月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2006年2月15日閲覧。ドランデー、チベット市、P196 春秋社、2005年。 ISBN4 から 393118030http コロンスラッシュスラッシュ www.dreams-dravel.com スラッシュ sc スラッシュ sc 漢字全ロングインデックス htm ありがとうございます。